チーチャンネルをご覧の皆さん、チーでーす。イエイイエイ。今回、紹介する内容をお伝えする前に、まずこちらの動画をご覧ください。詳しいですね。もちろんです。じゃあ、続いて島根町と美保の関町についてもお願いします。ドナミとかコナミの海岸とかですね。そうですね。はい、島根町の皆さん、改めてごめんなさい。チェリーロードとかカカのクケドとか地行ったことあったのに、なんなら撮影もしたことあったのに、とっさに答えられませんでした。ということで、今回は島根町の皆さんごめんなさい企画をしたいと思います。パチパチパチ。今回、ドローンも使って、がっつり撮影してきたよ。もうね、とっても綺麗な海に、チーずっと綺麗って叫んでたよ。では、早速紹介したいと思います。皆さん、ジオパークという言葉、聞いたことがありますか？ジオとは、地球や大地のことを言います。パークは公園、ジオパークで大地の公園と訳されます。ジオパークでは地球の貴重な地質、地形の宝物と地域の歴史、文化、生物多様性を守り、そして学ぶことで100年後、1000年後の人々も安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。まずはこちら、すすみ海岸の選択岩。この海岸に見られる砂岩と泥岩の繰り返した地層は、およそ1500万年前の深い海底で堆積したもので、選択岩と呼ばれています。灰色の部分が砂岩で突き出し、黒や黒灰色をした部分が泥岩で凹んでいます。白い岩と黒い岩のコントラストがまたとっても素敵なの。何千年もかけて自然が生み出した何とも美しい絶景。何よりもこの日本当に天気が良くて海が透き通ってるの。続きましてご紹介するのはタコのジオサイト。こちら沖泊地域は島根半島最北端に位置しています。タコの石柱は溶岩で複雑に流れた玄武岩溶岩のうち、盤上摂理の発達した水平部分が取り残され石柱となりました。なんかこの石柱地位には足の指の形に見える。みんなは何に見えるかな。石柱の近くには海岸浸食によってできた洞門、通称弁慶の塩かけ穴も見ることができます。島根町の紹介はまだまだ続きますが、今日はここまで。ほんと海がきれい。釣りをしている人もたくさん見かけたよ。チーも釣りやってみたい。次回も島根町を紹介するよ。また見てごしないね。バイバイ。